こちらは、新京線の北嵐野の駅のホームです。今日ここからですね、駅前をぐるっと、散策してご紹介したいと思います。こんにちは、北岡さんです。新京線でもですね、北嵐野は、結構大きな駅の一つなんですけれども、新京成電鉄とあともう一つ東洋高速鉄道という電車が通って、いる駅ですね。こちらの駅のロータリーも結構大きくてですね、新京成バスっていうのもあるんですけれども、それから新京成センターとか向けの方へ伸びているので、かなり利用者も多いですね。平日の昼間なんでね、こんな感じでそんなに今は人はいないんですけれども、帰宅時間とかになると割と、たくさんの学生さんもいらっしゃいます。人が大きく見られる、そんな駅ですね。まずは駅前の商店街。ロータリーの前にですね、今工事してるのが見えてると思うんですけど、あちらの方に昔ショッピングセンターがありまして、今もあるんですけれども、それがかなり古くて今改修してる感じですね。ここをまっすぐ駅からロータリーに向けてきたこの商店街もこれ昔からあるんですけれども、これは本当に前からですね、このアーケードもありましたし、道も歩道も割と広くてですね、かなり前からこの辺習志野団地とかもあるんですけれども、それに伴ってこの駅前もかなり早期からですね、整備されて商店街もできてきたんじゃないかなというふうに思います。いきなり開発されたというわけではなくて、最初からこんな街並みだった、そんな北習志野のイメージですね。結構商店はですね、古い店も多いですし、チェーン店もそれなりにいます。なんとなく珍しい感じですけど、共存してる感じの商店街ですね。反対側はですね、開発中で、駅前の方には大きなスーパーがあって、魚系の大きなスーパーがあって、あとはその習志野台団地じゃないんですけど、団地マンションのようなものが建っていて、今は何もない更地の状態なんですけど、そこにもかつて団地があったんですけれども、この後何ができるかちょっとわからないんですけどもね。今日は反対側のこの商店街の商店街を紹介したいと思うんですけれども、なんか今自由の願いがいましたね。何の意味があるのかそこはちょっとわからないんですけども、駅から降りてそのままペデストリアンデッキを歩いて、そこからまたこの商店街に行くとなると、ずっと屋根のあるところを歩けるのでとっても便利ですね。商店街自体もかなり長くて 500-600m あります。この辺極真かなと思いますけど、私も行ったことがちょっとだけあるんですよ。お店は入れ替わりも結構あると思うんですが、こんな担々麺あったのかなっていうぐらい、たくさんの店があるんでね、ちょっと把握しきれてないんですけれども、多分おじさんが捉えて話さないってことで美味しいんでしょうね。この惣菜屋さんも、こう八百屋さんなのかな、前からこういう感じで惣菜が並んでいてとっても美味しいです。八百屋も人気があるんで値段も安めなんじゃないかなと思います。あとはブティックとか、それ以外にも、いくつも、いろんな形のお店があるので、本当に何でも用が足りちゃうんじゃないかなっていう感じのところですね。だけどこういってもこんな形で木陰が続くんで、いや本当にこの夏場きついこの日差しを遮るこの木、これ本当に便利ですね。便利といえばこの郵便局も、夜中、新年もやってるので、コロナの時はちょっと閉まったんですけれども、24時間やってるのでとっても便利でした。あの辺がやっぱり公園と、団地があるところなんですけれども、団地がやっぱり多いですね。この先ずっと団地が続くような感じもあります。駅前ロータリーあったと思うんですけど、バス間バスが来ています。バス停いろいろ書いてありますけれども、アンデルセン公園とかですね、鎌ヶ谷大仏というのもあると思うんですけども、アンデルセン公園はディズニー並みになんか評価が高い公園ということで、一時期ものすごい有名になりました。坂の途中は病院があって途切れたんですけど、また登り切るとこういった形で商店がどんどん続いています。こちらも端っこではあるんですけれども、なかなか捨てがたい商店が多くてですね、こういったどら焼き屋さんも最近できたようですね。隣にあるのがパン屋なんですけども、このパン屋も行ったことがあります。割と美味しい様々な、種類のものがあってですね、値段もそこそこで本当に街のパン屋さんとして、ベストなところですね。隣にあるのが白田屋というところなんですけども、ここは和菓子屋さんで、かなり有名です。テレビにもよく出てくる
ところで、牛楽餅っていうんですかね、あのちょっと、白い、なんだろうな、おまんじゅうみたいなの葉っぱでくるんだのもあるんですけれども、ちょっとぜひ調べて行ってみてください。とてもおすすめです。住んでいくとこういった形で、サンドイッチ屋さんもあったりとかですね、ちょっと寄ってサンドイッチ買いたいなっていう時には、ここ本当にいいですね。値段も、まあ、普通です。たくさんいろんな種類があるんで、お気軽に美味しいものが食べられる、そんなお店ですね。ハムカツスペシャルおすすめです。満腹って書いてありましたけど、もう飲食店じゃなくて整体屋さんですね。あそこにラーメン屋さんがあったんですけれども、1日だけ実は臨時でバイトをしたことがありましたが、かなり昔の話ですけれども、もうなくなってましたね。この辺のセブンイレブンがあったんですけど、なくなって、まあ、改装してるのか、お店やっぱりどんどん変わってはいるんですね。ここにも パン屋さんあります。ソレイユってところで、ここは結構広告とかにも出てるところですね。ちょっとなんか今日はやってないんだなと思って見たんですけれども、今度テレビに放送されますみたいなことが書いてあってですね、やっぱり人気店なんですね。商店街は大体この辺までなんですけども、中華料理50番というのがちょっと見えたと思うんですが、この辺もですね、さっき潰れたラーメン屋もあったんですけども、ラーメンエリアとして何店舗か、あり、なかなか美味しいということで、知られています。ここで突き当たりですと、左曲がったところにもう一つ家系のラーメン屋さんがありますね。大学生にはいいのかもしれないですね。そうです、この先日大があるんですけども、大学生ここ通学路になってると思うんで、ラーメン食べるにはいいですね。ただこのクソ暑さ、本当にこう日差しを遮るものがここから突然なくなるんで、かなりこたえますね。さっきが、ね、日陰ばっかりだったので、ここから木陰が懐かしいということで、それでも頑張ってちょっと、北七種を一周してみたいと思っています。どんどん進んできますと、この辺が日大の理工学部があるんですけれども、かなり広大な土地で、日大理工学部の動画もありますので、その辺ちょっとこうもしよければ見ていただきたいんですが、それ以外にはですね、日大習志野高校とかですね、千葉日本大学、第一高校とか、日大エリアでもうこの辺広大な敷地が埋まっています。あと、薬学部ありましたね。ちょっとそっちの方を見ていきたいと思うんですけれども、一駅分ほとんどある形でなんですが、東洋高速鉄道一駅行きますと、船橋日大前駅というのがあるので、その辺の近くまで行って、また北習志野駅の方に戻っていきたいと思います。ただ本当、商店街はとても良かったんですけども、もう抜けていくとあっという間に住宅街になりまして、まあ、こんな感じで、まあ、車もそこそこあるんですけれども、歩道も狭くてですね、これ一人歩けるかどうかぐらいの、広さで、幅50センチぐらいなんじゃないかなっていう、かなり歩きづらいです。でも車道行くと怖いですし、ちょっとこの辺なんとか清掃してほしいですね。はい、狭いほど抜けたその先にちょっと右の方を開けた土地があるんですけども、ここも西大の敷地で、理工学部が何かの試験場で使ってるようですね。車かなんかを走らせて使うんじゃないかなと思われます。滑走路のような長い道路が続いていますね。そして、行ったその広大な敷地の向かい側にあるのが、これ先ほど言った薬学部ですね。薬学部ももう理工学部よりは歴史はないんですが、もう何十年かここに、あります。校舎は割と綺麗で、まだまだ新しい感じもあるんですけれども、いやそれにしても暑いです。そしてこの道路の先にちょっと見えると思うんですが、あの信号ですね、あの信号を右にずっと行くと、日大前駅ってなるんですけども、ちょっと今日はですね、かなりあそこまで行くには辛い気温になってきましたので、行ったということで、ご勘弁いただいて、北七種の方に戻ってきたと思います。もうすぐ戻るとすぐまた再び団地エリアになりまして、団地がどんどん建っていて住宅街に入っていく感じですね。本当はっきり分かれてると思いますね。日大エリアで住宅エリア商店街エリアって感じで、そんなのを抜けて北七種の方へ向かっていきたいと思います。おっと、あの辺にから商店街、この辺来るとほっとしますね。やっぱりちょっと夏場はきつかった。本当いかに商店街が快適にできているかというのが、身に染みて分かりましたね。さっきとはちょっと反対側もご紹介したいと思います。ここも木陰があっていいですね。
ランニングコースにも、使っています。いろいろ、この辺近隣公園あると思うんですけれども、こちらですね、北奈良市の近隣公園、この周回 1.5 キロぐらいなんで、走ったりするにもいいですし、中に入りますと野球場とかですね、テニスコートなどがあります。ちょっと変形した形してますよね、なんだろう、四国みたいな形してますけど、まあこんな感じで、公園もあります。遊具があってですね、奥の方はお子さんが、日曜日になるとすごくたくさんいて遊んでる姿が、見られます。はい、こんな感じでランニングコースもありましたね。さらに駅へと向かっていきたいと思います。自転車置き場もですね、結構充実してて、こんな感じでずっと、まあ、有料ですけど、並んでいて、まあ、北奈良市の、ね、団地の方からアクセスする人たちちゃんと止めるところがあって、まあ、本当駅開発がすごく最初からよくできている駅ですよね。つくづく思う感じですね。はい、商店が進んでようやく駅の近くに戻ってきました。ここを下っていくと東洋高速鉄道の方にも行けます。そのまま進みますとさっきの新京成の方にも、アクセスできるようになっています。駅前の商店もですね、ちょっと紹介したいなと思いまして、まっすぐ今日も駅なんですけども、ちょっと、こちらの方を曲がって行ければと思います。結構古い商店もいいですが、ここら辺はやっぱり激戦区なのか、かなり店が変わってます。焼肉店が多いですし、あと駅前が飲み屋が多いですね。居酒屋チェーン店も多いですけど、まあ、普通のバーだったりとかですね、個人店も多くてですね、まあ、そんな中を抜けていくと、ちょっと今回おすすめしたいお店が1店舗ありまして、こちらの大正軒ですね。もちろんご存知だと思うんですけれども、ラーメン好きの方ならご存知のあの大正軒の系列のお店です。もう20年ぐらい前からここにあるんですけれども、なかなか人気店で、お子さんはダメですよとかですね、結構厳しいルールも前はあったんですけど、今どうなんですかね。つけそば等々で、まあ、大体1000円ぐらいで楽しめる、いい場所にあります。並び方の決まりもあるみたいですね。やっぱ人気店ですとね、行列できるんで、適当に並ばれると近所にご迷惑になると思うんで、まあ、こういったルール守って、楽しく食事をしてもらえればと思います。そしてもう1店舗ですね、実は北野市には大正軒がありまして、それは反対側にあるんですけども、そちらの方にもぜひこの機会なんでご紹介したいと思います。反対側ですね、降りてみるとかなり地味だというのが分かりますね。ロータリーもないですし、車も 1台通れるかどうかみたいな感じで、この差は何なんですかね。ちょっと開発がどういうふうに計画されたか分からないんですけど、なんて言ってるうちにちょっと方向を間違えてるのが気づきまして、もうちょっと駅の方に戻りました。大正軒本当は駅前ですぐなんですけども、さっき、階段から降りてきたすぐこの、道です。この道です。ここを入っていくと大正軒もうすぐ見えてます。ちょっと変な方向歩いていってしまいました。あの赤い看板のところが大正軒で、まあ、経営者多分違いますね。大正軒本当に全国にあるんで、系列ということで別の経営者で、まあ、味もやっぱり若干違うと思います。やったらお客さんと間違えられてまいりました。ご迷惑おかけしました。こんな感じでですね、大正軒2軒あったりとかですね、いろいろちょっと面白い、見どころある北奈良でした。こちらでゴールになります。最後にですね、ちょっと駅ビルご紹介したいと思います。あまり行ったことないんで、ちょっと奥まで見てみたら団子屋さんがあったんですね。なんかいろんな団子屋さんが団子が並んでいたので、ちょっとこちらも次回しっかり紹介したいと思います。ご視聴いただきましてありがとうございました。またご覧ください。それではまた。